100周年の時って、うん、あの明治神宮会館俺は行ってへんよ。あ、行ってなかった。陛下が行かれた時やろ。そうなん。行ってる。俺おったな。マジか。おったって。こんなん負けたと思わへん。いやいや、なんか嫌今。確かにあの修行団100周年っていうあの式典をそう明治神宮会館でやったんですよ。ほいで僕その時中山先生にくっついてて、ほいで身内されましてね、本当においでになられるかどうかはちょっと正直なとこわからない。でも誰が来はるんですかって先生に聞いたら、いや天皇皇后両陛下がね一言お祝いに来てくださるかもしれんって、うん、でもはっきり分からへんって。でもおいでになるなら正面玄関からまさか来られんから、うん、裏手の方のそっちを気にしといてくれへんか文也くんって僕言われて。マジか。気にしといてくれへんか。いやなんかどうやな。でもね悔しい。お二人で陛下と美智子皇后がおいでになったんですよ、うんうん、来たがなと思ってどうしたらいいのかほいで扉開けてなんやってでお茶とか入れるんかなみたいな感じでしたけど結構ですのでつってお付きの方に でも僕ら何も喋れんかったんですよ。喋れんかったけどこの目の前を陛下が歩いていかれ、後ろから美智子皇后が歩いていかれ、で壇上に上がられて中山先生にちょっとこう耳打ちをされたんですよ一言、うん、でその後陛下がおいでた瞬間あの1000人近くの会場にいる皆さんがもう直立に立ち上がって、うん、誰が音頭取るわけじゃないんですけどどこかからか君って歌い出したんです。ただもうみんながもう君がよ心の底から大声で歌いましたね。もうほぼ全員号泣ですわ。これで一言お祝いの言葉をって陛下が述べられて、それでさっとお帰りになったんです。お帰りも僕の目の前撮ってたんですよ。僕ね、もう未だに、まあ、この…悔しい今持ってかれたいや、未だにこの鼻腔の奥に残っているものがあるんですよ。いや、もうそれ、撮れもその…ジャイアンか、この…もうね、匂いが残ってるんですよ、今も。そうだね、何とも言えない陛下の匂いが残ったんですよ。いやもうね、ほんと陛下立たれて皇后陛下立たれてこの距離なんて、この距離なんて、うん、もうね、僕はこの人の子供なんやなって、うん、この人の子供なんやって心からそう思ったよ。身親って言うんですよね。身親、天皇陛下のことは自分の親は親なんですけど、自分の肉の親はね、恩親と書いたら陛下のことを言うんですよ。あ、僕の魂のお父さんお母さんはここかな、もうね理屈関係ないです。でそういう国に僕たちは生まれてるってことです。どこの国に天皇いますか。ダライラマもいるよ、ローマ法王もいるよ、なんちゃらかんちゃんもいるよ。天皇のいる国はないです。すべての国の国王は私に従いなさいって言います。日本の天皇は私にできることはありませんかって下から支えてくださる。2679年間どこにありますかこんな国が。全国民が今年の新米を食べ終わったであろう11月23日ですよね。新滑祭私は食べる最後、日本国民がみんな食べたであろう古来見計らって陛下は一人で新米を初めて食べる。こんな国王キングダムはいませんよ。ない、うん、それをやったのが実はイスラエルのイエス・キリストの、うん、けどイエスはくっつけんなボケ、てめえふざけんなって殺された。これが本当やで、こうやるのが本当やで、違う、一緒にみんなが食べた後、僕食べるのが本当やでって言ったら殺された。けど日本はそのイエスって呼ばれた人がやったように、天皇って言われているキリストが126回生まれようとする、そんなすごい国を自分たちが自信持たんでどうすんの。
自分たちがありがとうって言われたらどうすんの、かけがえない、でこの国なくなったら世界滅ぶよ。中山先生いつも言った、伊勢がダメになったら日本はダメになる、日本ダメになったら世界がダメになるって。中山先生、俺多分70回ぐらい聞いてるそれ。僕ね、よく想像するんですよ、ニュース見てて、なんか日本のこう外交とかね、よその国との、確かにこうああいう話をするのって平和的解決とかっていうのは非常に難しいこともたくさんありますよね。考え方の違いや文化の違いや歴史の違いや でそれをこう相入れながらこう平和解決に平和解決にっていうのをしていきたくてもなかなかいかないじゃないですか、うまく。僕ね、いつもニュース見ながら考えるんですよ。この外交されている方が天皇陛下だったらなんておっしゃるかなって、それを聞かさせられた向こうさんはどう感じるかなっていうことをいつも想像しながらニュース見るんですよ。そうするとね、おのずとなんか、その最後に新米を食べるということもしかりなんですけど、実は人間にはもっとこう愛で動ける動き方とか生き方が実はもっと山ほどあるんじゃないかと思うんですよ。自分関係ながら、なんか知らんうちに競争競争とかね、勝ちとか負けとかみたいなことを、なんでこんなにみんな決めたがるかなと思う違和感もちょいちょい感じるんですよ、ね。わかる、みんな苦しみって何？苦しみって 90% 以上はさ、自分について考えてることだよね。私について考えてることを苦しみって言う。私消えてごらん、苦しみは存在できひんねん。そういうもんなんや。天皇陛下、俺はね、天皇陛下っていうのはかわいそうや、あんな不自由でって思った時期もあったけど、イスラエルへ30年20回以上行ってイエスと出会って聖書を知って、あいつはすごいな、33って全部自分捨てて全部人のために生きて、ほんまに自分なかったら幸せになんねん、楽なんやなって思った時に、自分捨ててきてる方はこんなすごい生き方はないって思えてからさ、どうやったらそうなれるかってずっと考えてんの。どうせ死ぬやんか、絶対死ぬやんか、一人残らず。それを神様は死ぬとは言ってない。本当に死ぬのは大事なことを見失った時で言ってる。絶対死ぬやろ、それを怖がるのは必要ないやん。でみんなセミナーに行って、どこ行って何のために勉強する、何のために生きてんの。人は幸せになるために生きてます。0点やろ。人は幸せになるために生きるに違う。人間の歴史の中で自分を幸せにできた人間は誰もおらへん。人は人を幸せにするために生まれてきたの。人が幸せになった瞬間に嬉しい、やったって、これが本当の幸せや。これが神の力や、これが神の道や。ここにこれ、日本に我がことをさておき人様に言ったよ。自分を捨てた時に本当の幸せはみんな自分ばっかり言ってる。その時代を長く続けたんで、みんなむちゃくちゃになってるけど、もういい加減ちょっとね、目覚まして自分を置いといて誰かのために。俺、糸川先生にずっと言われたのは、赤塚さんね、あなたね、自分の頭の上の灰を覆うのやめなさい。例え話よ、赤塚さんね、自分の頭の上の灰を追うのやめなさい。糸川先生、僕最後まで赤塚さんって呼んだ。あんな天才 大科学者がさ、最後まで赤塚さんって言った。20代の俺に対して。でもね、あなたはただ人の上の頭の灰を追ってなさいって、追い続けなさいって。そうやり続けた、ある日あなたの頭の上を誰かが灰を追ってくれてる。そのつながりに感謝しなさい。なるほどね。僕一回沖縄の久高島っていうところで
あそこ祈りを捧げる場所がたくさんある島で、うん、ある一つの祈る場所があって、そこであるルールがあるからっていうことをおばあちゃんに言われて、うん、どんなルールですかって言ったら、ここの祈りの場所はね、千年先の未来を祈る場所なんですって。すごいね。って言われた瞬間、千年先 100% 自分は生きてませんよね。自分の子供たちも生きてませんよね。自分の孫たちも生きてませんよね。ってことは誰一人人間の顔が浮かばないんですよ。その瞬間何を祈っていいのか分からなくなったんですよ。そうか、そうなんですよ。あ、自分を捨てろって言われると難しいんですけどね、千年先を想像してみって言った瞬間、自分っていうものが全て消え去るんですよね。だってそうやんな、うん、そうやんな、うん、千年前もおったもんな、うん、自分の元は、うん、だから中山先生があの伊勢神宮のあのね、うん、内宮さんのあそこで毎日祈られてましたよね。土下座してやで、うん、土下座してぬか月参拝って。地球に、地球が一日でも長く生きながらえますように、世界に平和の風が吹きますように、すべての宗教が手を取り合えますようにって。この3つ、この3つ毎回おっしゃってました。毎日でも静かに祈られて、毎日行かれてます。そうで、その帰りに五十鈴川のほとりで座ってね、でちょっとこのなんか書き換えて言葉が降りてくんねんな、降りてくる。あの毎日読まれた歌集を作るだけでもすごいものが出来上がるって僕ほんとそう思ったんですよね。それを絶対許さんかったの先生は。残すな、何一つ残すな、言葉を残すなって、伝わらんからって。まあでも先生、昨日ね、僕春日部でね、文明さんの後話して、で、なんとなくなんで僕ここにおるんやろと思った瞬間に、ここの僕の右側の後ろ側に高山先生が、それでええんやでって言われて、ここでそれでええんやで、時が来たよって。ああ、そうなんですねって。でもうちょっとちゃんと話がしたいですって今日の朝言ったんや、神様に。ウォーリーからメールが来て、電話来て、話しに来なさいだいぶ上からですよねエブリデイロープライスやろエブリデイロープライスいつも。でもあいつはすごいすごい、あいつは本当に本質をね見抜くすごいやつ。いや、僕は自分の言いたいことあるけど、聞きたい人は何が聞きたいか分からないけど、あれをちゃんと見抜いてくれて。でもね、昨日僕らがあんな春日部の皆さんの前で一生懸命頑張ってる間、あいつは家族とディズニーランド行ってマジか上のもんらは働かしてマグラディズニーランドでミッキーと踊っとったんですよねでも許す許すしかないやろこの行き通りをいや、楽しかったでしょ皆さん。いや、ありがとう、みんな本当にありがとうね。本当にごめんね。切れてました先輩今日の。いやいやいや。親父ギャグも切れてたし、もうほんま類線も緩いし。あと泣かすツボよう分かります、ね。タイミングでこれから泣きのツボをしますんで。頼みますピンポーン。というわけでお届けしました。ありがとうございました。でした。どうもありがとうございました。高次でした。僕ら2人で旗振ってですね、あのパラオ共和国のペリリュー島に、ペリリュー島というところの、あの戦時中のね、すごい涙の物語があって、まあ、パラオの人たちもそのことをとても大切に今も思ってくれて、すごく親日のパラオへ、僕も勝田さんに話を聞いて、ですぐあの息子と行ったんですけど、いや、たくさんの日本の方々に、まあ、ご興味ある方、もしよかったら大人の修学旅行みたいな形で、修学旅行いいね、7月の4日からですね、4日から8までな、3泊4日ぐらいの予定で、赤塚さんのいろんな
そういう説明を聞いたりですねしながらですね、もう本当に涙涙の本当だよね、パラオペリリューツアーをやります、やりますので、はい、もしよかったら黒船カンパニーのホームページからですね、お申し込みいただけたら嬉しいなと思います。ぜひ担当はウォーリーです、笑ったり泣いたりつまらない親父ギャグにずるってなったりいろいろ、ね、楽しみながら、全部責任はウォーリーです、ね、よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。